カロル・ストリアは、ポーランドの指揮者。ストリアとも表記される。チェシンの生まれ、地元のギムナジウムを経て、市販学校に進学。1934年から教師として働きつつ、カトビセ音楽院に進んで、音楽教育と合唱式を学び、1939年に卒業した。1937年から、カトビセ近郊アジスカグルネの合唱団で、 式活動をはじめ、シレジアフィルハーモニー管弦楽団にも客演するようになった。第二次世界大戦後の1951年にカトビツェ音楽院に戻り、クジェゴシュフィテルベルクの下で、で式法を習得した。1953年から1990年までシレジアフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督を務めた。 1968年から1983年まで、オーデンセ公共楽団の音楽監督を兼任した。1979年には、カトビゼで、グジェゴシュフィテルベルク国際指揮者コンクールを開催し、その翌年には、オーデンセで、カール・ニールセン国際音楽コンクールを創始した。1983年から、カトビゼ音楽院の助教授の職に就く、 1995年に、ポーランド復興勲章第十字勲章を贈られたほか、ブルガリア政府からも、セイキリルアンドメトディウス勲章を授与。カトビチェで死去。ポーランドシレジアフィルハーモニー管弦楽団日本ツアー2016。ポーランド広報文化センター。ありがとうございます。